音楽 TV のお時間でございます。はい、メインパーソナリティを務めさせていただいております、シンガーソングパフォーマーの山です。はい、というわけでこの番組は、僕、山がですね、お送りいたします情報、音楽情報バラエティ番組でございます。時にはゲストを呼んで、時には僕こうして一人でいろんな音楽への歌詞とか語ったりとか、まあ、時には、まあ、お客さんから、チャットの、方から無茶ぶりを、受けてやっちゃったりとか、まあ、いろんなことをやっております。 で今日なんですけども、初めにちょっと皆さんにお伝え、しなきゃいけないことがございます。今日はですね、はい、なんとですね、12月のですね21日金曜日なんですけども、すみません、今日はですね収録となります。はい、なので今日はですね、皆さん、リアルでですね、本当だったらね、まあチャットがねあってね、まあいろいろとね掛け合いができるっていうねコーナーなんですけど、今日はすみません、ちょっと、いろんな事情がございまして、こちら30分間の、収録番組となりますが、絶対ね、皆さんが面白いと思うような内容したいと、思いますので、よろしくお願いいたします。イェーイ。はい。じゃあね、そんな感じでね、じゃあ今日はね、どうしようかなと、まあ思ってはいるんですけども、まあ、随時言おうと。でも実はね、もうね、年末なんですよね。はい、今日は、なんと12月の21日金曜日ということで。で、しかも1週間後、12月の28日。で、この番組は、年内終了と、なります。皆さん、ですね、4月からですね、始まったこの番組なんですけども、まあ今日はね、まあ今日は、前半後半と分かれて、まあ今日のその、まあ2012年、まあ主にこのネット番組を振り返りながら。いや、じゃあ今日何の日か知ってる？今日は、あ、いきなりですか？あ、どうもです。今日は何の日？何の日ですか？2012年、12月の21日。21日ですか？あれ、世の中知らないな。あれ、待ってください。待ってください。21日でしょ？やーちゃん。はい。311、あなたが地震起こしたでしょ？いや、だから違いますって。2012年、12月21日。あ、知ってます。そうでした。じゃあ、ちょっと、ネタもできますね。まあ、じゃあ、そうです。ですね、2012年。でも、実際は12月の。何、なんか今おかしかったよ。あ、おかしかったですか？じゃあゆっくりね、そうですね、2012年の12月の21日でしたっけ。22日があった気がするけど、21日だったっけな。そうですね、また地球がですね、その日になんか滅亡するんじゃねえかという、はい、ってことをですね、まあ、騒がれておりますけどもね。僕このね、2012年の話は実は今から6年前、2006年の時にですね、もうすでにこの情報してまして、いやー、まあ、当時、なんか、バイト先の女の子が、なんか、そういうの興味持ってて、いや、2012年がちょっとやばいらしいよって話をですね、もう言ってたわけですよ。で、僕当時ね、まあ、まだ2006年だから、まあ、6年後だしね、って思ってたりなってんですけどね、まあ、知らない方。もう6年経っちゃった。6年経っちゃいましたね。なんか、一応、情報によると、なんか、そのマヤ歴のね、なんか、終わりの日じゃないかというふうに、まあ、言われておりますけども、まあ、実際、この間のニュースで見たところ、なんと、アメリカ政府が正式に、まあ、地球は滅亡しないというふうに。でも、はい、でも、絶望はしないけれども、はい、この世界を変えるような、はい、大事な人物が現れるかもしれないって言われてるんだよ。知ってた？あ、本当の予言は。あ、そうなんですか？本当に。で、はい、最近の世の中知ってる？まあ。この間、選挙あったよね。ありましたね。ね。はい。どこ勝った？まあ、そうですね、12月16日選挙ありまして、自民党が、今回また変わりました。そうだね。なりますね。で、今さ、はい、一生懸命さ、安倍さんがなんかよくテレビに出てるでしょ。まあ、で、まあ、そうですよね。安倍さんの一言で、この2日間、3日間で、はい、景気回復方向に向かってるって知ってた？知ってます。なんか、株価が上がったんですよね。すごいよね。いや、ていうか、しかも、世の中知ってるね。あ、僕はちゃんとでも、はい、もっと裏情報してたっけ。いいですか、この番組だけ教えてくださいよ。はい、どうかは保証はできないよ。はい、保証はできません。はい、今円安が進んできてるじゃない。あ、まあそれももちろん知ってる。この間まで87円とかさ、
6円とか、ね、あ、円高ですね、円高、ごめん、円高ね86円とかだった、そうでしたね、はい、で、今89円とかさ、もしかしたらもうちょい上がってるかもしれないけど、はい、来年の2月が目処で、はい、回復してくるんだって、おー、すでにっていう、はい、ちょっとした情報網がね、この間テレビでもなんかちらほや言ってたんだけど、あら、今山ちゃん金持ちになるチャンスですかね、ドル、ドル、ドルですか俺でも、はい、あーですか、はい、自慢じゃないけど、はい、250ドルぐらい銀行であるよ、はい、あ、外貨預金ってやつですか、いわゆるマジですか、今の時点で、はい、俺儲けてるなるほどね、まあそういうねご時世もありますからね、山ちゃんもドル買った方がいいよ、いやどうなんすかね、まあちょっと、まあじゃあちょっと話脱線しますけど、まあ外貨、まあどうせ一応僕一応山ですけど、まあこの番組はね、こういうのはね、まあその最近の中のこともね話したいと思ってね、まあ誘導言いますけども、まあね、外貨預金とかね、そういうの流行ってたりしますし、まあドルがどうだかとか言ってますけどね、まあ山ちゃんインド行くんでしょ今度それはでも一生のうちに、はい、多分来年行くかどうかわかんないよ、まあ、でも5年以内に、はい、多分山ちゃんは海外旅行すると思うの、はい、おお、はいはい、はい、俺の中で、いや、まあまあまあ、ね、うち僕もそのつもりででしょ、はい、考えております、今のうちにドル交換しといた方がいいよ、あ、そういう結果ですか、だって損しないかもしれないし、いやいや、まあそうですね、あの人生何事もギャンブルだから、はい、ああやっぱそうですか、でも一生持ってれば、はい、多分円ってなくならないと思うんだよね、まあそうですね、なんだっけユーロとかさ、はい、あそこら辺結構危なかったじゃん、まあそうですね、一時、はい、でも円とドルって、はい、あとなんだっけ、はい、忘れてた、なんとかフランとか、あ、はいはい、はい、あそこら辺って多分大丈夫だと思うんだよね、おお、そう見ますか、結構、はい、特にドル円って本当は安全だと思う、まあ確かに、まあ、それは円は絶対なくならないと思うし、あ、多分そうですね、なんかそう言います、うん、絶対とは言えない、あ、でも 85% は絶対なくならないと思う、そうですね、なんか言おうとやっぱりこの、うん、まあ考えると確かに、ね、だから、はい、山ちゃん買っといて損はないと思う、そうですね、外貨預金、俺みたいに、はい、あのライブドアでギリギリまで粘って損したっていう人もいるけれども、はい、ね、ありましたね、バカみたいに儲けて、はい、やったーって喜んでて売り合いいんだり売らないで、はい、あの紙切れになるまで持ってたバカがいるけど、ここにね言っちゃうんですけど、ね、まあ、そうです、でも、はい、あれと違うじゃん、まあまあそうですね、自分が旅行するときに使えるだろうし、ああそうですね、どうせ両替するんじゃん海外行くとき、まあまあまあそれは間違いだったら同じじゃん、そうですね、ちょっとあれ、ね、ああでも外貨預金は考えてなかったな、そうか、山ちゃんのギャラ今度ドルで渡すいやできればいやできればですね、円がやっぱりあのやっぱ雪下やっぱ欲しいので、 あれか、はい、何ですか、子供銀行か、山ちゃんの子供銀行ちょっと待ってください、子供銀行はねちょっとね、あのわけのわかんない、なんか10円みたいになってるけど穴が開いてないみたいな、そうそうそう、50円か50円なんだけどなんか穴がそうそう開いてて、そうそうそういや、まあまあまあ、まあ、じゃあちょっと、じゃあ今度はそれで払うね、いや勘弁勘弁してくださいもうはい、じゃあ話戻しますよ、じゃあ、はい、じゃあとりあえずですね、あのまあ今日の放送とあと28日金曜日はですね、一応生放送の予定でいますので、まあ今日はですね、まあ、28日あれでしょ、はい、あのワールドサイエンス6スペシャルで、はい、まあそれ以外にやんの、山ちゃんの、まあそれ以外に何も聞いてないんだけど、あ、マジですか、うん、この時点、あ、そうだったですか、じゃあああそっかそっか、じゃあ元に、まあ収録します、まあまあまあ、じゃあどうするか、またまあね、うん、まあどうするかちょっとちゃんとあの告知しますので、まあもしねちょっとあるんだったら、まあ一応今日はじゃなく2012年、まあね、何が起きたかどうかちょっとトークして、でまたね来年の展望をちょっと語って歌歌って終わりにしようかなとちょっと思っておりますので、はい、思いますいやね、何がいっぱいね話したいこといっぱいよねでもどうだったのかな、みんな思うと、もうあのさ、なんか僕にとってね、あのね、もうね2012年はねもうほんとあっという間だったんだよね、だからさ、なんだろう、あのいやでもね2011年と比べて2012年はうちにとってはすごくね、やっぱね飛躍の年になったとは思う、というのはやっぱりね、あのね、やっぱね、ここのね、僕本当ネット番組でまさかそのね、こうしてね、あの皆さんの前でユーストリームでこうしてねトークできるっていうのを、まあ1年前はもちろん思っていなかったわけで、で僕はまあ何をやりたいかどうかっていうのもね、言おうと展望とかもね言おうとあって、で本当にそれが実現できたりとかあとできましたので、
いや本当にね、ぜひとも本当に来年ね、2013、いや2013年ですからね、もうね、いや大丈夫ですよ、2012年まで、まあこれ確か12月の、ね、マヤのねことがありますけども、多分ねそれはね、あの大丈夫、多分大丈夫。だって山ちゃんの311とさ2012年さ同じじゃない、なんか状況がいや、じゃあもう一回ちょっと 3.11 の件、じゃあなんでこういう話になってるか、ちょっともう一回、あ、知らない方もいると思うんで、あの説明いたしますと、僕2011年3月11日、まあ、地震があった日ですよ。その日で、実はですね、イベントをですね、主催をしてました。で、リハ中に地震が起きました。見事に中止となりました。なので、あの、だからそれを言うと、だからね、まあね、お前が地震起こしてないかと言われてますけど、そんなことないと、そんなことないって言ってたけど、あのね、2012年の一応24時間やらせてた時もですね、なんと津波警報がね、出たということで。だってさ、山ちゃんさ、イベントことあると、はい、山ちゃんのイベントことを大事な時って、はい、なんかあるよね。なんかそう。だから多分、2月もさ、はい、山ちゃん主催で2013年の2月に、はい、主催イベントあるじゃん。まあ、それまあやってます。俺、雪降るんじゃねえかなと思っても。いやー、大雪とかちょっとマジ勘弁してほしいですね。あの、ほんとその日は大事なんで、やる人も。でもね、ほんとこの間、あのね、ほんと怖い。12月の7日、金曜日を届けますよ。その時もだよ。あのですね、あの、僕ですね、あのね、早めに来て、ちょっと今後のね、ことどうしようかって話してたら、12月のなんか地震起きましたよ、5時。5時何も。12月7日何やったっけ？え、なんかあの、地震、震度。違う。自分の何のためで。いや、普通にその番組の打ち合わせで来て、で、それで、この、あ、さ、じゃレコーディング、そう。仮レコの音のレコーディングをしてた時に、やってたら、あの、こっち震度4。4、うん、の地震が起きたっていうね。ちょっと待ってよ、おいって。おい、トラブルメーカーかっていうぐらいでね。でもね、ネタにしたい、いや、でもネタにするのもやっぱいけないなと思うので、いや、ぜひとも皆さん本当にあの、何が起きるかわからないということで、あの、本当に、あの、ね、あの、何が言いたいんだろうね。予言者なのかな、いや、でもね。山ちゃん今度さ、はい。あの、山ちゃん占いとかやってみたの？占いですか？いや、でもね。あの、人生相談じゃないけどさ、山ちゃん相談室とかやってみたら面白そうだよ、なんか。チャットでさ、みんなさ、はい、ブログとかチャットで、はいはい、毎週さ、はい、なんかこう、山ちゃんに相談したいことを、もらっといて、はい、山ちゃんが考えて答える。ああ、いいですね。あ、そういうのはいいですね。僕、そういうの大事です。ちょっと面白そう。そうですね。いや、でもね、僕ね、なんかね。でも逆に自分が相談してどうする？しなと。いや、でもね、ほんとね、まあいや、もう今日も音楽のことについて、もうちょっと語りたいけど、やっぱ別のことが話題だよ、やっぱり。いや、語ろう。あのね、まあとにかく、あのね、僕ね、本当に、あの、2012年もあったけど、何かが、あのね、起こる、うちは。あの、出会いも含め、あのですね、あの、僕本当にですね、偶然の再会とか、偶然に、あの、なんか、その3年ぶりに会うとか、そういうこともあったりすることあるし、本当にそのね、あの、なんていうかな、本当偶然に、この間もそうですよ。あの、たまたま知人のマンションに行って、ちょっとその、紹介するよって言った人がいたら、なんと、その、僕の同級生だったっていう話もあったし、もうそれもさ、もう9年ぶりぐらいですよ、もう。でもある意味さ、はい、あの、言い方変えれば、はい、ドラマ的な存在なんだよね。見たいです ね。ってことはさ、もし山ちゃんが来年2013年、はい、彼女ができた時、あ、はいはい、ね、はい、彼女のための面白いサプライズがいっぱい起こるかもしれないってことでしょ。そうですね。そうすると出来事の思い出の節目ができてさ、はい、なんとか記念日がすげえいっぱいありそうだよね。ですね。で、あの、僕これも多分、まあ予言しましょう、まあ、じゃあちょっと、まあ、その話予言しましょうか。多分僕の、まあ、もし本当に、ね、彼女っていうね、その人ができた暁には多分何かが起きます。何か起きるっていうのは、あの、僕、あの、なんだろう、強烈な、なんか、人が、結構、あの、近づくんですよ。なんか、いろんな、なんだろう、強烈っていうか、その、普通の人が、やっぱ来ないんですよ。これ、あの、自分から言いますけど。で、今まで出会ってきた中で、あ、なんかこの子いいなって思った人も、めちゃくちゃ強烈な個性を持ってる方なので、ね。例えばね、どう説明しようかな。例えば、まあ、話せる範囲で言いますと、な、例えば、もう、あの、めちゃくちゃ、まあ、個性が強いとしか言いようがないんですけど、めちゃくちゃ、まあ、気が強くて、喧嘩、
喧嘩になってしまうような、すげえ可愛い、美人で可愛いんだけど、もう口が悪くて、なんか、喧嘩越しな子だったり、まあ、あとはなんかすごくそういうふうに、なんか、まあ何かその芸術的なセンスを持っている子とか、そう。何かしらなんか、それでも一つの才能だ、じゃない？ですかね。個性派？そうです、個性派なんですよ、本当に。でもまあ喧嘩をするっていうのは違う、ね、まあまあそれはちょっとまた違うんですけど、うん、でも結構やっぱ芸術的なセンス持ってる人とやっぱ結構合うんですよ話が。で僕が会ったことがってことは B 型が合うってこと。ああまあまあそうですね、 B 型、まあ血液型、山ちゃん何型？僕 A なんですけど、そうだ、でもなんだ、まあ一応血液型のことについてまあ統計学としてやってますけども、まあそれをまあ傾向ですとやっぱり B 型の人とかまあ O 型の人とか。Oは A と O は相性がいい、はい、まあそうですね、うん、そうらしいんですよね。 A と B は喧嘩早くなっちゃう、ね、そうなんですよね。ただまあなんか男性が A の女性の B はまあいいらしいんですけどね。まあその逆はちょっと結構 A でもさ、はい、二通りあるじゃない。あ、まあ、すごい几帳面すぎる人とさ、はい、O に近い A 型とかさ、はいはい、そういうのでやっぱ違いはあるよね。そうですね、うん、で僕と使ってそのまあね、その血液型の話でまあ分かんないですけどね、まあ傾向としてまあ言われている、あくまで傾向で言われている話ですけども、それを前提言いますけど、まあ僕と使ってその親がまあ A と O だったんで、うん、でそう結構大雑把なんですよ。大雑把で、お前大雑把すぎじゃん。あ、まあすぎですね。大雑把すぎですけど、いや大雑把すぎです。でも俺ね O だけど、はい、O と B って最近さ、はい、なんか相性がいいとか言われてきてる。まあそうですね、それも俺 B とは絶対合わないね。ああ、本当ですか。合わないですか。うん、口聞かない。ああ、やっぱり結構やっぱ口聞かなくはないけれども、はいはい、一歩俺が引いてないと、はい、無理。なんか結構がやっぱり結構言う人が多いんですかね、やっぱさ。本当個性派が多いし、そうですね、シンガーさんとかアーティストでもさ、はい、結構俺周り B 型いるんだけれども、はい、その考えが違う。あ、価値観が違くなっちゃう。あ、そうですね。でもこう自分で上ばっか見て、自分の目標、自分を絶対負けないじゃない B 型って。あ、間違いないです、はい、で自分のプライドっていうものがすごいでかいんだよね、はい、硬いんだよね、はい、壊すことができないの。はいはい、壊しても自分のペースに自分を巻き込もうとするじゃん。ああ、いや、そうです。それに俺はついていけない。ああ、うん。でもこう折れた状態でとかさ、例えばあんまり言いたくないけど、こう先輩的な存在の人がいるときに、はいはい、自分が O で相手が B だったら、はい、やっぱこう、ああそうですよねって下に降りないとやっていけない。やばばばばば、そうですね。いや、だからまあ、ね、結構あーだこうだと言われてますけどね、やっぱ。マッツン B だっけ？あ、違うんですよ。あいつは A なんですよ。A なんですよ。なんで、あいつ B に見えるよね。いや、まあ、結構そうですけどね。ただやっぱり結構まあ、意外に神経質だったり、意外に結構、几帳面だったりするとこもあったりしますからね。だからそこはちょっと言おうと。ミヤコは？ミヤコは、ちなみに、まあ、AB 型ですね。あー、そのまんまだね。そうなんです。変わるものだもんね。そうなんですよ。だからそこをやっぱ血液型っていうのは、まあ、まあどう使ってみればね、言おうとね、アードコーダー言われてますけど、まああくまで統計学としてのやつなんで、まあ、A 型の教科書とか A 型なんだっけ、なんかそういうね、あるね、あるね、ありますかね。でもね、O 型の本すごいドンピシャで当たってたよ俺。あ、本当ですか。おじゃあやっぱりそれはやっぱなんか何かしらあるかもしれませんね、はい、素直にちゃんと読めばね。ああ、まあそうですよね。いいじゃん、そういうのやってみなよ。やってみますか。うん、面白いと思うよ。まあそうですね、うん、そう、まあね、どうだろう、やっぱりあくまであのね、あの要は血液型進行っていうのが、まあ、はまあ結構それがあって、一応否定、僕は肯定派なんですよ、血液型っていうのは。でもやっぱ否定派のも言うわけですよ、あくまで科学的な根拠がないっていう。じゃあまあ僕とでも僕はそれどっちかって見た時に、やっぱり統計学としたとしても、やっぱそういうね、やっぱ傾向がやっぱりあるので、うん、まあ僕はちょっと信じようかなっては思っていますけど、まあね、ちょっと今後そういう話もね、岩田なんかできたらいいなとは。まあ、B 型イコールアーティスト性が強いって言うんだよね。ああ、よく言います。はい、シンガーにしても、絵描きさんにしてもさ、はい、何にしても、B 型はやっぱセンスがいいっていうね。そうなんですよ。うん、やっぱり、やっぱ上で独特で売れてる人って、はい、
あのプロでも見てるとやっぱ B 型が多いもんね。そうです、クリエイターキスなんですよね、うん、やっぱすごくその職人、ほんと職人なんですよ。だから山ちゃんさ、今度輸血してさ死んじゃうかもしんないけど B 型の血入れてきなよ死んじゃいますって来年の目標 B 型きついなー。いやでもね、僕ねやっぱあのまあね、まあね、でもね、まあ、アーティストの方もね、やっぱね A 型の方もね、いっぱいいますからね。まあ僕もちゃんとしっかりと、あの、まあ、もっと。まあ、映画出るのもちゃんとできてる人はできてるかな。まあ、そうです。うん、まあ、そういった。O がダメとか B がダメとかっていう話じゃないでもないので。うん。なので、まあまあそこはね、じゃあちゃんとやっていこうと、まあ、じゃあ思います。はい、ということで、なんだかあっという間にもう、あのですね、あの、もう30分は、もう経とうとしちゃうという、ね。いや、まだだよ。あ、まだですか。あと10分ぐらい。あと10分ですね。うん、はい、じゃああと5分ちょっと話して、じゃあ最後歌で今日。山ちゃん、来年の話はしないんですか。あ、来年の話はいたしますか、順番に。じゃあ。そうですね、一応大事にですね、こちらです。まあ、チームサチオスが一つの番組となりまして、はい。で、それでサチオス TV となりまして、僕の番組もそこに入ります。で、一応、まあ、今決まっていることをじゃあお話していいですね。はい、1月の11日金曜日、もう一回言います。1月の11日金曜日にですね、夜9時から、まあ、予定として10時まで、こちらスタートスペシャルみたいな感じでお送りします。で、僕とですね、あと、多数。はい、多数ビッグアーティスト、はい、の方々が、ね、会いますよね。いろいろと、はい、やってます。でもちろんのチームサチオスメンバーの方もですね、こちら登場してでやっていきますので、まあ、ぜひとも皆さんご覧いただきたいと思います。はい、あとまだそれ以外にもあるでしょ。まあそうですね、あとまああとはそれまして、で2月からね、2月、うん、はい、ワールドセンス6って今までやってた、はい、この前の番組の、あ、はい、あの秋葉原、あ、はい、そうですね、そちらの方もそれな、公開放送になる予定なんだよね。はい、そうです。ちょっとそちらの方、はい、そちらの方もまあ随時分かり次第、まあ、ご報告いけたらまあ嬉しいなと、まあ、思っておりますので、まあ、ワールドセンス6 と、チームサチロス TV が別チャンネル、そうですね、別チャンネルになりますので、うん、まあ、引き続き、はい、ね、今度からサチロス TV 検索で山ちゃんの番組も見れるし、はい、そうです、うちの奈々ちゃんの番組も見れるし、はい、みんな多数のね、そうですね、しかも来年からあれだからね、山ちゃん、はい、今までと違ってロケあり、そうです、ね、公開イベントあり、そうなんですよ。あと何あるんだっけ、中古車フェアがあり、ああ、よと計画じゃなんかすげえいっぱい盛りだくさんでね、やばいっすね。ちょっと、いや、山ちゃんのね、はい、死ぬ顔が見れる、いやだてかですね、あ、僕まだ言ってもまあ、ね、イベントばったりするんですけど、まあ言うと、まあ、打ち合わせをやってるんですけど、いやー、これ僕本当にですね、頑張らなきゃいけないですね。はい。いや、もうちょっと、いや、ここはちょっとね、頑張って、ちゃんとね、僕、山としてね、こうして、やるべきことはやって、皆さんに見せて、で、それどんどんね、でっかくなっていこうと思いますので、ぜひ、ちょっと、引き続き来年も、5000円、お願いいたします。はい。いやねー、やばいね、ちょっとね。いやー、本当に。しかし、でもこの番組に関しては、この番組に関してはですね、やっぱり引き続き僕の、やっぱり番組ですので、やっぱ僕のテイストは随時ちょっと残していきたいと思います。やっぱですね、いいっすよ。僕はこうしてやっぱ皆さんとお話をしたいんです。今日は収録だからまあ会話できませんけど、やっぱいくつかね、もちろん企画もありますけど、その中でも、ね、こうして、やっぱ、普段ね、チャット見ながらいろんなことを返してくれるわけですから、それに対してやっぱ答えていきたいし、やっぱできることはね、やっぱね、そのチャット皆さんと一緒にね、番組をね、盛り上げていきたいと思うので、まあ、この番組のテイストはちょっと来年も引き続き残していきたいと思います。はい。はい、というわけで、はい、じゃああともう、あっという間に、早いね、今日はね、やっぱね、もうなんか、やっぱさ、話すこといっぱいあるとね。来年はね、山ちゃんあれだね、ほんと、ワーセンではね、あれだろうけどさ、はい、サチロス TV からはアーティストとしてね、そうですね、活躍をね、して出ていけるように、はい、なので、はい、で僕もですね、はい、目標がありますので、うん、ちょっとそれに、まあ、要は道が、こういうふうに、まあ、道が要とあるわけですよ。で、それで、そのステップとして、こちらで、たくさん経験をして、で、5年後、10年後っていうことを目標に、ね、いろんな、まあ、一つの、まあ、形として、皆さんに提示できるようになりたいので、はい、頑張りますね。じゃあね、どうしよっかな、まあ、やっぱりこれね、やっぱりちょっと、やっぱな、余裕あるけど、やっぱこれ劇、やっぱ君の声本番で最後はちょっと、はい、歌いたいなと思います。よし、
来年もね、曲付けますので随時歌ってきます。よろしくお願いします。じゃあ最後これで締め組みますか。はい、よろしくお願いします。今年はたくさんいい経験をしました。皆さん2013年もですね、いい年を迎えて生きていきましょう。はい、というわけで、はい、やっぱね、音楽はいいですね。はい、ぜひとも、引き続き、応援よろしく、お願いいたします。さあ、まあね、今日もね、どうなるかな、来年もね、ちょっとね、今日はね、テンション高くお送りしましたので、またね、頑張っていきましょう。というわけで皆さん、はい、山のこと引き続き応援よろしくします。バイバーイ。いやーって言ってたよな。もうね、大切に扱うからな。あ、でもなんかちょっとね、なんかやりたいね、山ちゃんはね。ワーセンは別として、そうですね、ただちょっと予定がですね、ちょっと全く読めませんので、まあ、山ちゃんストリートどこやんの、横浜。